皆さん、食い逃げカップルご存知ですかな？さよう、これは私、チャーニーのところで働く2人のカップル探偵のこと。彼らは FBI 捜査官だったのですが、私チャーニーが見初めて連れてまいりました。彼らの活躍がいかがあいなりますか、ぜひあなたに見ていただきたいのです。食い逃げだとしばらく気づかなかった。はい、二人ともてっきり刑事さんだと。テレビの刑事ものでよくやってるでしょ、緊急指令ってやつ。それにこの人騙されちゃって、それで110番に遅れたんですよ。あなたは？この人の妻。おかしい？で、彼らは何か他に言ってましたか？女の方は男を森田と呼んでましたね。そうか。よし、わかった。何がわかったの？ X ファイルですよ、警部補。 X ファイル？アメリカのテレビドラマですよ。男はモルダー捜査官、オックスフォード大学卒の心理学者で、彼の論文は88年の殺人事件を解決する鍵にもなった凶悪犯罪分野の最強アナリスト、または FBI 切手の変人モルダーと呼ばれている。そして女はスカリー捜査官、 FBI 入局2年目、医学大学時代の専攻は物理学、卒論はアインシュタインの双子のパラドックスの新解釈。医学博士であり、現在はアカデミーで教えている。そうか、そうか、そうだったんだ。そいつら X ファイルごっこしてたんだよ。つまりモリターとはモルダー。それから、分かった、もういいよ。で、被害金額は？2杯で800円。800円か。お待ちどうさまです。出るわよ。まだ食べてないよ。うるさいわね。すいません。みんなお帰りですか。急に用事を思い出しましてね。おいくらですか。そうよ、食い逃げって手があったじゃない。
しよ。何？モーリターってよ。モーリター。あれ臭いのあったんじゃないの？言いたくなるってモーリターみたいなもん、ね。おかしかった。まあ、店主じゃ平気だと思うんですから。平気でしょ。あ、よく覚えたね。1970年。でもあの若い人は誰？奥さんじゃねえよな。違うでしょ。あの人やる人ないね。娘さんかな。誰だったんだろうね。いや、いい店だったな。しかし宇宙人は言い過ぎたな。言い過ぎだよ。写真全然違うじゃん。違うの持ってきたじゃん。本当に撮ったのかと思ってびっくりしたよ。あ、うまいことやってるね。表彰も。So